はい。やばい、俺ガムくん噛んでるわ。<laughs> ちょっとね、えっ、ー、と、西日が暑いんで、車の中で喋るんですけど、えっと、北海道、北海道じゃねえや、札幌サッカーアミューズメントパークでですね、札幌集休,休会と、えー、北海道東海スカイアースの試合を見てきました。面白かったっす。めっちゃ面白くて。あのー、今年から北海道リーグを生で見るようになったんですけど、 あの今年見た試合で一番面白かったです。えー、も,うもっと、ね、最初から大差がつく試合になるのかなと思いきや、あのー、札幌集球界の方の集中力が、えー、すごくてです、ね、もう全然こう崩れないんですよ。全然崩れなくてですねでスカイアースはもうセットプレーとか、まあ、チャンスはあるんですけどなかなか決まらずであの連動した え、連続した攻撃ができなくてですね。あ、もうこのまま0-0で試合終わんのかなと思いきやですね。やっぱり、後半になってから、まあ個人の力でミドルシュート、もうね、ゴラスト決めちゃって、もう2点取ってからは、スルーパス通して、みたいな。で、退場者出して、4点と。えー、0-4で、結果だけ見ると大差で、見えるんですけど、すごくね、白熱した、面白い試合でした。 すっごい面白かったです。なんかこの試合を無料で見させ,せてもらってしまうってことがなんか申し訳ないぐらい面白い試合でですね。なんでやっぱりね、今日のこの日差しと日差しと同じぐらい暑くて面白い試合でした。で、なかなかね、北海道だと試合を見る機会がね、プロの試合だけだと少ないので、こういう北海道リーグもね、もっとたくさんの人が見に来れたらいいのになと。 楽しないなよね、と。やっぱりその魅力とか面白さを伝えるのもまた僕の仕事なのかな、ということを思いました。ということで今回はですね、北海道じゃないですね、札幌サッカーアミューズメントパークから、えー、札幌集球団と、えー、北海道特化スカイアースの試合を見てきたという感想、取り急ぎ、行いました。ありがとうございます。